竹、弓は弓とは、日本の弓道、休日及び、そこで使用される長弓の弓を指す。また、数弓とは要求に対する語。古来は、大弓と呼ばれており、全長およそ2メートル以上のものを指した。それ以外に、半弓や、より短いものも存在する。全長は7尺3寸が標準とされている。日本の弓の特徴は、 長さが2メートル以上もある長球であるということと、弓幹の中央よりも下を握って使用することの2点である。なお、数弓において、弓を製作する人のことを、弓師と呼ぶ。大級ともいう世界最大の弓、数弓要求が、全長160センチメートル前後、弓の中心をはじし、ハンドル、リム等に、パーツが分かれている構造なのに対し、数弓は、 全長が標準で7尺3寸、下から3分の一、弓の中心から見て、株寄りを恥じししたから、上まで全長にわたって一つながりの構造となっており、全長だけ見れば、和弓は世界最大の弓である。上長下端の構造は一見バランスが悪いように見えるが、握りの位置がちょうど弓の振動の節に当たり、持ち手に来る振動が少ないという利点がある。また高度な技術ではあるが、 上下の長さの差から来る、弓の上下の反発力の違いを利用し、矢の飛び方に変化をつけることができる。また一説では、弦を張った状態の弓を矢をつがえる位置で上下に、分けると、長さの比率が黄金比になると言われており、そのことも美しさのゆえんとされている。弓は原則として、左手に持ち、矢は弓の右側につがえ、右手に、をさして引く。取りかけは、 右手親指根あたりで弦を保持し、はずを人差し指根で抱え込むように保持する猛虎式を取る。上から大きく引き下ろし、最終的に右手が右肩あたり、弦が耳の後ろに来るまで大きく引く。なお、弓本体の右側に矢をつがいて放つという構造上、そのまま矢を放てば、矢は弓本体に阻まれ、狙いは右に逸れてしまう。このため発射時に、 左手の中で弓を半時計回りに素早く回転させることでそれを防ぐ。これを弓返りという。また、弓返りを行うことで弦が矢に接触している時間が長くなり、矢はより加速されるという。日本の武士は長級を、騎乗時にも使っていたが、大きさから短級と比較して、馬上で扱いにくく、メテ側を狙うのが困難であるため、長期を馬上で扱う技術は、 日本以外では発展しなかった。モンゴルなどの汽車を主体とした騎馬民族の多くは探求を使っており、威力は毒矢で補っていた。弓の全長は直線距離ではなく、弓の曲線に沿った長さを測る。すなわち素材そのものが持つ長さである。標準とされている七尺三寸は波寸といい七尺五寸を伸び寸あるいは二寸伸び。 7尺7寸を4寸伸び、7尺を3寸詰め、あるいは寸詰めとしている。それぞれいての体格や身長から来る、やつかの長さに適した長さの弓を選ぶ必要があり、一般的にはやつか 85cm 程度までは、並ずん 90cm 程度までは、伸びずん 95cm 程度までは4寸伸び、80cm 以下で7尺とされている。 全日本弓道連盟では、弓の長さは 221cm を基準とし、射手の身長、または競技の種類により若干の長短を認められる。握りの位置は、弓の上部から約3分の2のところにあることを要す。ヤスリ刀の長さは 6cm 以上。弓には照準のための装置や目印をしたり、類似のことをしてはならない。としている。競技性を考慮した規定を、 ある程度定めてはいるが、同時に、弓道の用具は、まだ完全に均一化されていないため、また、用具の十分な性能発揮のためにも、括弧の工夫、愛着も必要である。それは、伝統的な弓道理解のための一助ともなる、として、先人が培ってきた一律に定義づけできない、和弓の多様性を一部で認めている。実際のところ、握りの位置は、 弓の上部から約3分の2とはあるが、実際の握りの位置は、厳密に3分の2の位置にはなく、概ね5分の3あたりにある。数弓は、世界的に見ても大型の弓で、矢が長くて重い分射程などの面では不利になるが、武器としての威力は、相当ある。ナショナルジオグラフィックチャンネルの番組、武士道と弓矢の中で、 ドローウェイト2 3ラムの和弓と同二と三キ2 3ラムのイギリスの長級の威力を科学的に比較する実験を行い、高速度カメラで撮影して検証したところ、矢の速度は両者とも秒速34メートルで全く同じだが、数弓の方が矢が長くて重いこと、和弓独特の射法のおかげで、数弓から放たれた矢は安定して直進することなどの理由により、威力は 数弓が勝るという結果になった。具体的には人体の密度を再現した銃弾のテスト用のジェルのブロックを的として矢が人間の体にどの深さまで刺さるか矢の貫通力を比較したところイギリスの長久の矢が2 5トルの深さまで刺さったのに対して数弓の矢は3 0トル刺さった。また筑波大学教授であり 日本武道学会弓道専門文化会会長ほかを務める森敏夫が行った実験では、全日本弓道連盟5段の人物の放った矢は15メートル、先の水の入ったブリキのバケツ、厚さ9ミリメートルの木材3枚を貫通するなどし、空中に吊るした厚さ1ミリメートルの鉄板を火花を散らせつつ、数センチメートル射抜き、また厚さ1.6ミリメートルのフライパンをも2センチメートル、 程度に抜く威力を見せた。この実験に用いた弓は 22kg。この文献には矢の性能所言は明記されていないが、2005年現在の平均的な伊手の場合、矢の初速は毎秒60メートル程度であると述べられている。弓を抱える武士たち。身の丈を超える弓の長大さがわかる。弓で鹿を仕留める源の常元を描いた上岸の月。 大山住神社所蔵の中世は弓身により、赤うるしぬりしげどう弓、黒ローしぬりにインしげ道弓、塗り米し糸巻き弓、吹き寄せ刀弓、黒ローしぬりにインジューき弓、塗り米にんかんばま弓、塗り米へいとまき弓、塗り米に追い糸巻き、弓は弓は、全体的に滑らかな曲線を描くが、その独特の曲線で構成された弓の姿をなりと、いう。 弓に弦を張った状態での姿を張り顔なり十分に引いた時の弓の姿を引きなり弦を外した状態では裏反りと呼びそれぞれ弓の性格や手入れする際に見る重要な要素である数弓は基本的に五つのなり場で構成される下からこそり、大腰、銅、鳥打ち、姫反りと呼ばれ五箇所それぞれの反発力の強弱バランスによって 針顔は成り立ち、また弓の性能を引き出している。弓の針顔には、江戸なり、美州なり、紀州なり、京なり、薩摩なり、等と呼ばれる産地ごとの特徴や、それを作る弓師によってもそれぞれ特徴がある。また一手の好みや、癖、材料の個体差から来る要因から、弓のなりは一定ではなく、一針ごとに少しずつ、針顔は違う。数弓は弦を手前に、 弓幹を向かう手に見たときに、上下まっすぐな直線ではなく、矢をつがえるあたりで弦が、弓幹の右端あたりに位置するようわずかに右に、反らされている。この弦が、弓の右端に位置する状態を重木と呼び、矢をまっすぐ飛ばすために必要な反りとなっている。逆に弦が、弓の左に来るような状態は出来と呼ばれ、これは故障の部類に入り調整が必要となる。 伝統的な竹弓は、基本的に三層構造をしており、弦側から内竹、中内、外竹と呼ばれ、中内を新材に、内竹、外竹で前後から挟み合わせた形となっている。中内はさらに、日紐と呼ばれる黒く焦がした、短冊状の竹を数本横並びに重ね合わせ、さらにその両脇を木で挟み込んでいる。完成品の弓の横脇には、前竹、 外だけに挟まれた形で木が見える形になり、この木を側木と呼んでいる。竹弓を製作する際、和弓独特の反りを出すために、接着剤を塗布した内竹、中内、外竹をそれぞれ重ね、全体を藤ずで等間隔で巻いていき、そして紐と竹の間に、竹製のくさびを100から200本前後打ち込みながら、材料を圧着しつつ縛らせていくことで、弓の反りをつける。 竹弓は、引くことにより、中内を芯として、外だけが引き伸ばされ、内竹が圧縮され内外だけが、スプリングのような働きをすることで弓としての反発力を得ており、側目や竹の性質、中内の肥後の焦がしさまや肥後の数によって、弓の性格が大きく変わってくる。このことから、外だけは白色のまま、内竹は白色がつくほど、 肥後は黒く焦げるほどに火を入れ、それぞれの部位に合わせた素材の性質を引き出しているのが、一般的な竹弓である。弓力は、弓の厚みを薄く、または厚くすることで、おおむね調節される。竹弓の素材には、一般的に間コウロがよく使われる。間ケは三年築と呼ばれる芽が出てから二年から三年目の竹を選び、さらにその中から石棺、節の高さ、 直径、曲がり登場券に合うものだけが選ばれる。竹の刈り取りは、秋、冬にかけて、竹が一番乾燥している時期に行われる。刈り取った竹は、1年以上寝かされた後、火にかけ、油脂分を拭き取り、弓の材料となる。中には間竹以外の竹を、肥後に使用したり、前竹にすす竹を使用したもの、門竹、ごま竹等の門竹を、 主に干渉目的で使用したものもある。コウロは硬く、男性に優れていることから側木に適した素材とされ、古くから使用されている。コウロ以外にも、下炭、黒炭等々木を使用したものも数は少ないが存在する。コウロにはれに木肌に木が出ることがあり、長目木、縮み木、トリガン木、うずら木等、 基本的に過敏な装飾を嫌う歩みの中で自然が、見せる美として移り、もんだけと合わせて珍重されている。しかし、近年、国産の恥は減少しすでに入手が困難になりつつ、あり、将来的な資源の枯渇が懸念されている。竹弓の素材には竹を貼り合わせる、接着剤も弓の性格を決める重要なファクターである。現在の主流は合成接着剤であるが、伝統的には、 弓独自に使われるニカワと呼ばれる鹿川原料のニカワが使われており、合成接着剤を使用した弓よりも手入れは難しいが引き味が柔らかい、寿命が長い、さえが良い等とされる。また氷ニカワを使用した弓はニベ弓と呼ばれ、上級者の間で珍重されている。江戸時代の弓や豆巻きエアずつ、江戸時代、18世紀、東京国立博物館像は弓の前兆は、 江戸期より七尺三寸が標準と定められているが、これは世界の弓の中でも最長の部類である。数弓がなぜこのように長大になり、また中間より下を恥じするという独特の握り方をするようになったかは未だはっきりとわかっていない。推察されている理由を以下に挙げる。平洋鉾立的弓木弓短歌頂上蓄線、アルテズヤジリアルコツ属ウムとも耳手がけ道。 三国史義書等遺伝は人情を召せば、お答えしておきたれば、試足さしてまいれ。随身も、言画して、絶えず声作れと応せよ。人離れたるところに、心溶けて祈る者か。これみつあそんの来たりつらむわと、とあせたまへば、サブラひつれど、応せごともなし。赤月に、お迎えに参るべきよし申してなむ、まかでは、べりぬると聞こゆ。この、こう申すのは、 滝口なりければ、譲る糸をつきづきしく打ち鳴らして、ひやや不死という言う、預かりが、増死の肩にさぬなり。源氏物語優雅を各部名称。ありがとうございます。